一部ファンから弱いのはゲトウさんだと完全なとばっちりを受けています。先日放送された呪術廻戦2期の3話、伏黒パパカと当時さんが反転術式や無加減術式の自動化や領域展開がまだ使えない五条先生相手に念入りな作戦で体力を削り、不意打ちをかまして特急ジグ天の逆鉾を使用して勝ったことで、さすがに弱すぎだろ、あの武器がチートすぎるとネット民の一部から雑魚認定され、それを見た人からは当時くんは五条宿儺に次ぐレベル、当時くん舐めるなボケと容赦のない猛反発をされていましたね。そして話題は五条先生とゲトウさんとなり、当時さんは五条先生だけを警戒してゲトウさんにはノープランで挑む描写がされていたことで、クソ雑魚ゲトウが特急なのほんま謎やろ、雑魚狩り総領と想像以上の悪口にびっくりしましたね。ゲトウさんと昔何かあったんでしょうか、俺が最強だから足でまたを描いても最強ってことだぞと五条先生目線で喋る方や、喧嘩するけど五条に勝てるわけないだろ、ゲトウやめとけと友人目線で喋る方もいましたね。あなたは二人の友達ではありません。ちなみに覚醒前でも強すぎる五条先生に勝つ決定打となった天の逆鉾が26巻予約の特典で手に入るということで、わーい余計に売れそうな特典の天の逆鉾くんと大喜びする方がおり、他にもキーホルダー用の鎖があるから伏黒パパごっこできるよな、これよっしゃ予約やと天の逆鉾を振り回そうとする方や、26巻の特典から26巻の特典が天の逆鉾なん、天の逆鉾は五条先生が持ってると特典から今後の展開を予測してネタバレするのはやめてください。今後の五条先生とゲトウさんの動向が楽しみで仕方ありません。以上ニュースをお伝えしました。